好きな子がおったよ。でもどうせ振られるって思って最後まで告白できへんかった。遠くから見守ってただけ、見ていただけや。そんなんで思いは届く？やりたいことは叶う？夢叶う？手に入れれる？叶うわけないやん。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。まあ雨降ってるけどやります。うるさいかもしれんけどやります。皆さん、PDCA って聞いたことはありますか？計画を立てて行動し、結果を評価して改善する。そのサイクルをぐるんぐるん回していくことで、この日本は成長してきた。だから、みんなやってる。俺もそうやった。でも、これからは、それやったらあかん。アイデアは、PDCA に殺される。35歳の時に経営者が集まるプロジェクトのリーダーをやっていた。ミッションは一つ。和歌山を活性化する。地域活性化や。毎月忙しい中、みんなが会議に集まって、ああでもないこうでもないって意見する。みんな経営者。いろんな素晴らしいアイデアが出てきた。でも一つ一つをじっくり考えてたら、やっぱりこういうとこ難しいよね、ああでもこれちょっとやめといた方がいいんじゃないかっていうこともいっぱい出てきて、結局何も決められへんかった。そんなことが半年間続いた。そしてある日、その時も会議やった。今日こそは決めたいなって思ってた。でいつもは俺も司会やったけど、俺もちょっと考えようと思って、自分も考えながらみんなのアイデアを引き出していった。じゃあいつも通りいろんな素晴らしいアイデアがたくさん出てくる。でその時おかちもピカンってひらめいた。おもろいアイデア、これいいんちゃうかって。それは商店街のど真ん中でバーベキューをする。そうすればみんなが商店街で肉買ったり魚買ったり飲み物買ったりするやん。で店の活性化、商店街の活性化にもつながるし、その場所にみんなが集まるからいろんな交流が図れて、街全体がど真ん中から盛り上がるんじゃないかって思ったんよ。それおもろいんちゃうって思ったんよ。で一瞬会場も湧いたよ。それいけるんちゃう、それおもろいんちゃうって湧いた。でもその湧いた瞬間になんか降ってきたんよ。いや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 、食中毒なったらどうすんねん。火事起きるんちゃう、そんなとこ屋根あるし。で酒飲んでみんなが酔っ払って問題になったらどうすんねん。交通事故になったら誰が責任取んねんって。いっぱいドワーって降ってきたよ。土砂降り状態よ。できへんちゃうかっていう、そんな理由や、そんな言い訳が降ってきたんよ。難しいんちゃうかって思ってきた。でもそれは俺だけじゃなかった。みんなも発表して言った。俺と同じことやった。せっかくおもろいなと思ったアイデアもやっぱり無理なんちゃうかと思って、そのアイデアがボツになろうとしてた。でもそんな時に副リーダーの伊藤さんが見たことない顔で俺に言った。一回行ってみようや。めちゃめちゃ面白いアイデアや。行ってみやな、わからへんや。まず今日今から行ってみようって、そう言ったよ。ええって、いやいや、行ってみるも何も計画がないやん、企画書がないやん、アポも取ってないやん、そんなん失礼やん。しかも商店街の人って年寄りが多いやろ。年寄りの人が若者の新しいアイデアを受け入れてもらえるとは思わへんねん。もうちょっと慎重にじっくり行こうやって思ったけど、副リーダーの意見、伊藤さんの意見を無視するわけにはいかへん。だからおかっちと伊藤さん二人でまずは行ってくる。そうなった。で商店街に行った。じゃあ偶然にもその商店街の店と、僕たちが知り合いで、その会長を紹介してもらえることになった。実際に話せることになったんよ。で会長が来た。で座った。そして伊藤さんが熱く語った。このイベントを通じてこの商店街に活気を取り戻したいんです。自分たちができることは何だってします。
許可をいただけませんか。いえ、何だってしますって言ってもた。計画も企画書もないやん。まだこれ通ってるかどうかうちのチームの中でも決まってないのに、そんなこと言ってしまっていいんかって、そう思ったよ。でもな、そんな伊藤さんは男としてめちゃくちゃかっこよかった。じゃあ会長が言った。嬉しい。若者たちがこの商店街に目を向けてくれる、そしてここを盛り上げようって頑張ってくれてる、その気持ちがめちゃくちゃ嬉しい。いろんな問題があるけど一緒にやってみよう。そう言ってくれた。えってなるやん。いやいや、年寄りの方は新しいアイデアは受け入れません。保守的なはず。いろんな問題があるし、これでいいのって、こんなアイデア採用されていいのって、そう思った。でも採用されたんよ。でそこからチームに戻って、みんなでいろんな問題を解決して、そしてみんなで力を合わせてイベントを開催することができた。今日みたいな大雨やったけど、たくさんの人が集まってイベントは大盛況、そして大成功やった。そしてメディアにも取り上げられて、商店街の人たちにも喜んでもらい、そして僕たちも楽しくて、町の人たちも喜んでもらって、そして会長さんにも感謝の言葉をもらえた。何これ、もうアイディアが形になった。消えそうやったのに。今やからわかる。これやったらおもろいんちゃうとか、これやってみたいっていう、そう夢とかアイディアとか希望とか目標っていうのは言い訳に殺されてしまうねん。計画によって潰されてしまうねん。それはどっかの誰かかもしれへんし、自分の中でうじょうじょ湧いてくる言い訳、ここから湧いてくる言い訳かもしれへん。そんな奴によって殺されてしまうねん。今やっても無理やで、どうせ売れへんよ、誰も求めてないよ、今のこのままでいいやん、新しいことすんのやめとこって、そんな言葉で意味不明な、正体不明なモヤモヤよ、真っ黒でうじゃうじゃした、そんな言い訳軍団に潰されてしまうねん。もうずっとそうやった。俺がずっとそうやってん、これまでの人生。留学したいって思った。でも留学しても英語の実力ないし、お金もないし、どうせ失敗するんちゃう、そういう風に思って5年間決断できへんかった。小学校の時もバスケットボールをやりたいって思った。でも運動神経いいやつばっかりや、俺がやっても活躍できへん。漫画部に入った。好きな子がおったよ、でもどうせ振られるって思って最後まで告白できへんかった。遠くから見守ってただけ、見ていただけや。そんなんで思いは届く、やりたいことは叶う、夢叶う、手に入れれる、叶うわけないやん。だからあなたに伝えたい、まずは体を動かそう、心のままに動いてみよう。頭を動かすのはその後でええねん。頭の中にあるアイデアとか夢とか目標、ワクワクするもんあると思うねん。それっていうのは心の中に入れてるだけでは叶わへんねん。ここから出さな。伊藤さんがそうやった。俺がやりたい、こんな思いを、こんな風に街を活性化したいって自分の言葉で形にした。自分の言葉で頭の中のアイデアを形にした。そうすることで夢とかが叶ったんよ。そう、これからは何や、 PDCA って何やな。綿密に計画を立てて、綿密に市場を分析して、ああでもこうない、こうでもないって話し合って、絶対に成功するって思ってから行動する。今まではそれでよかったけど、もうそれは古いな。計画を立てている間に他の人がやってしまうやんね。で計画を一生懸命考えてる間に他の人がああだこうだ言って、それああだこうだ言うて、自分の中の言い訳によってそのアイデアはなかったものになんねん、存在せえへんかったものになんねん、生まれへんねん。遅い。これからの時代はスピードやん。毎日いろいろと考えることも大事やけど、新しい価値を生み出し続ける、それが大事やろ。1年間計画を立てて市場を分析して、それでもわからんかったことがたったの1回の行動でわかるかもしれへんや。そう考えたら考えるだけ無駄じゃない？市場を分析するだけ無駄じゃない？過去のデータ、過去の分析、それをにらめっこする、大事やけれども、過去のデータは過去や、
わかる？昨日と今日は変わってる。1年前、10年前とこれからの1年、10年変わってんねん。めちゃめちゃ速いスピードで変わってんねん。だからこれまでのデータなんかもういらんやん。これからの未来は今のこの一歩で作られていくやん。だから一歩前に踏み出す。心が動いたその瞬間に踏み出す。 PDCA じゃない、 DDDD。 でもう一つは、俺にとっては伊藤さんの存在がめちゃくちゃ大きかった。実際に行ってみようって、その言葉がなかったらアイデアは形になってへん。で俺はずっと PDCA の人間やった。石橋を何年も叩いて、それでも渡らない、そんな人間やった。伊藤さんのおかげで変われたんよ。人の存在、環境の存在ってめちゃくちゃ大きいね。だからあなたも伊藤さんのように未来に対してワクワクして、夢とか希望とか目標を持って、過去の栄光に、そして過去の亡霊に追われることなく、しがみつくことなく、現在進行形でアクションしている、行動している、そして本気で生きている、そういう仲間を作ってほしい。あなたやったらできる。俺は信じてる。俺はあなたの全力を発揮すること、それを心の底から応援してる。はい。ということで、この終わった後放心状で言えたかな、伝わったか分かんないけど、今思ってること、今この瞬間で湧いてきたことを言葉にしました。少しでも元気に、少しでも力になれれば嬉しいです。でもしよければ高評価ボタン、いいねボタン、そしてコメント入れていただけたら励みになります。こんな感じでこのミスターおかっちのチャンネルでは、生きる力が湧いてくる、そんな配信をしたい、そして本気で生きるあなたを応援したい、そのように思っています。よければチャンネル登録してもらえれば本当に嬉しいです。はい、ということで皆さん、さよなら、またお会いしましょう。ありがとうございます。本気で生きる。